毎度ガジェットコーナーを愛する石垣島出身関西拠点で活動しているカメラマンカイトです。美和さんのアクセサリーブランドのPV を撮ることになりまして、今からですね、ピックアップして、このまま和歌山県の磯の浦ビーチですかね、そちらへ向かっていきたいと思います。本日はですね、アシスタントに翔平という子がね、参加します。で、美和さんで私の3人で、行きたいと思っております。和歌山市の磯の浦まで来ております。で、すっごい風があってね、今ね、すっごい細かい砂がね、飛びまくってるんですけど、ついに来ましたよ。あ、でね、紹介しますと、翔平です。アシスタントしてくれます。ありがとう。そしてビーチはここだ。あ、こっちか。ここだ。すっごい砂飛ぶね。マジで砂すごいな、今砂半端なくて。で、すごいな、翔平も今こっち向けへんねんけど、あんまりやばいやばい。で、向こうにね、美和さんがね、向こうに今おります。これ美和さん、目大丈夫？目大丈夫？砂めっちゃ飛んでない？飛んでる。ね、お目目がやばい。お目目がやばい。今回はね、美和さんのね、何でした？何でした？ブランド名、アリシアンライリーのアクセサリー、はい、依頼しました。依頼させていただきました。周年なんですよね。1周年を迎えます。1周年の PV 撮影でございます。楽しみ。超楽しみ。やっていきます。そんなこんなでエンディングを迎えるわけですが、撮影時間がなんと2時間ちょいしかなかったという、なかなかハードスケジュールだったもので、今回はですね、メイキングも短めになっております。この日は初めての α7S3 の運転となりましたが、 4K120p でどこまで撮れたのかっていうところをね、本編でぜひ見ていただければと思います。それでは、本日もありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録、グッドボタンなどぜひよろしくお願いいたします。